キルでやるやん。ぶっ殺しまーす。ちょっと体重差があるので、ちょっとグローブ判定だけもらいますね。いける余裕っすね。ちゃんとって、うん、こんな体してるんだよ僕、うん、体重差あるね、入ってもな。任せるな、もう1ラウンドよろしくよ。余裕っすね、こっちが当たったら余裕なんだよ。よし、頑張るぜ。お願いします。やっぱり1ラウンド目軽くあしらって、はい、2ラウンド目腹でいこうか。 OK です。まあ本気でやったらあんだよ。はい、やったら抜きながら OK、はい、ぶっ殺します。それでは第1試合ですね。まあ、昨日動画見てくれた人は分かると思うんですけど、まあ、俺らいけるよね。まあ、これ今、まあ、リュウジ先方で第1試合、まあ、行ってここでもうちょっと決めていくんで、まあ、うちから三輪が行きますんで。いいですか。はい、まあ、少々皆さんちょっとグズグズ感あるかもしれないですけど第1試合行ってみたいと思います。2分間で3ラウンド3ラウンドですね。でやりたいと思いますんで、あの視聴者の皆さんよろしくお願いします。よし、こっちはパンチで見せよう。俺はいらん、俺はいらん、口はいらん、はい、な。俺はダサいんじゃないか、面白い。首揺れるもんもう。あ、だからあれがちょうど終わったら休憩終わり。ちょうど終わったら、そういうことね。カラクリやって終わったけど結構やばいからね。ちゃんとフルスイングでちゃんと一発当てよ、一発。本気で行けよ。うん、そうですよね、はい、本気で行ったら気持ちいいですよ。だからサワリングしようみたいな。バーン触るときが気持ちいい。真剣にやっても大丈夫、うん、次のラウンドはもう行ってこい。打っていいですか。大丈夫ですか。無理よ。腹いったね。黙らせろ。いやいやいや、黙らせます。もっと見て見て。向こうもまだ本気じゃないですよね。倒れて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 倒倒せ倒せ倒せ。もう負けっすよね。もっと打てやお前。
うまっ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと途中が本気出しましたね。20秒ぐらい。本気じゃないですか？若干半分ぐらい。半分ぐらい。レベルちょっと誤差でしたね。誤差でしたね。レベルの差が違うよ。お前ら全然打ってないもんな。スポーツもっともっともっと打たんと。やってるもん。かぶれるやん。いやー、レベルの差が感じたな。全然違う。このジャブ打たれるともう分かんないし。いやでも、うちの従業員が出されたんで、お前が出されたんで。えまだあいつらが聞ける、あいつら。そうそうやね。今日初日だよね。まあ言っても。ボディどうだった？ボディ。全然うれしょ。もうあれが軽くだったって、でも結構効くんで、あれが本気でやられたら、もう病院送りされたんで。え、何年練習やったんですか？プロになる前も入れたら、9年とかですかね。あ、でプロになった時じゃないですか？6年か7年とか。はあ、ほらもう街で喧嘩売られても全然余裕だね、本当に。それこそそうですね。あれ言ったらあんなやつだとか言ってなんか言ってたけど本気ですよ、多分出しないよ。俺外で見てたらもう遊んでくれないもんね。じゃあもう軽くちょっとやられてるだけでお前の首だけゴイーンいや、持っても来てください。持ってこなかった。もう人間だったのな。いけないんですか？持ってこい。分かるよ。って言われましたけど。そういうことですね。思いっきり行った方がいい。当てに。で、でもその2分粘ろうなんて考えたから。いけないんですよ、マジで。そう。圧が、もうあるんですよ、圧が。ここに当たっても、なんか明らか、もうなんか狙っとるんですよ、目が、もうどっか。面白い。殴ったら殴られるんだよ。隙間狙っとるんですよね、もう。あ、マジマジ。手なしかいけんじゃない？全然いかよ。聞くよ。全然聞かんのもやっぱ楽勝。楽勝。あ、もう勢いが違う。楽勝楽勝。めちゃくちゃ弱そうだけどね。よし、大丈夫。大丈夫。こんな感じ、こんな感じ。もう大丈夫。これぐらい大丈夫。これぐらい、これぐらい。なんかあった今。これぐらいしか。2秒ぐらい記憶はない。ちょっといいですか、うん、日本ランキングの14位、うん、14位です。余裕ない。いやいや、逆にですよ、僕勝っちゃったら、うん、13位、13位、うん、ってことはもう俺もマジでピンキングランキング。じゃあ俺もピンキングランキング。ボクシングはここ、絶対ここ。僕やったことないですけど、うん、でもここ自信ある。あるっす。ああマジ。まあ一筋縄ではいかないと思うけど、うん、じゃあ試合行ってみたいと思います。はい、お願いします。お願いします。始まるぞ、始まるぞ。始まるぞ。おい、行こう。おい、乗り換え東京、乗れんじゃねえぞ。おい、おい、いいね、なんか。おい、いいね、いいね。おい、ついてる、おい、ついてる、おい、ついてる、おい、ついてる。出せる、出せる。おい、ついてる、いいよ。やっぱ体重差が効いてる。おー、おい、いいね、いいね。あ、どうだ、どうだ、倒せ。おい、いけ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 。いける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 ぞ、寺橋くん。これいけんちゃう。おい、当てよ、当てよ。おもちおもち。頑張れ。気持ちで負けるな。やばいよ、やばいよ。顔に入れちゃってる。倒せ倒せ、いけるいける。倒せる倒せる。もういいよ。いけいけいけ、ラッシュラッシュラッシュ。倒せる、相手弱ってるぞ、弱ってる、相手弱ってる。うっ、弱ってる、弱ってる、弱ってる。足が相手ふらついとる。あ、やばいやばい、あ、やばい。的確に出てくるな、もう。倒せる、倒せる。足かわい。あと50秒、あと50秒。まだあと3秒。長いな、やっぱ。長い。倒せる、倒せる。いけるよ。いけるいける。おーおー、いけいけいけ。頑張れ頑張れ。よし、いける。当てられ。ガードしてるんだよね。心が折れてる。ラッシュ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 ラッ
あの鼻が痛くて、ね、この表情余裕だもんな。あ、こっちだ、こっちだ、こっちだ。楽勝だよ。生きて帰ってこれる。うん、多分。涙出ちゃう。いいね、帰ってこれる。素質ありますね。素質だね。公約通りボディで沈める。そうですね。やったらでも、いなんかセンスあるっすね。塗装してありますね。ボディで。ボディで倒しても、はい、ボディで。このままで日本ランク奪われる。チャンキー頑張れー頑張れ目つき本気になったよ、ちょっとやばいよしよし、前うわーやばいよっしゃーやばいうわーうまいうまい助けるやばい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 立てる5 6 6 7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 
やめた、もうやめたほうがいいね。ちゃんとストップやめたほうがいいね。大丈夫、何言ってるんですか。YouTube 流して出る、メタバースいける。ただ一つだけ言ってるよ、もうそろそろ本気なそこまだ本気の顔出してるよ、あれもうもちろん自分かみたいな。はい、いいよ、あと1分、あと1分、あと1分頑張れ、いけるよ、いける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 、簡単簡単、いけるいける、簡単いけるいける、あやばこれはもういけますね、さすがにまずいですよね、もう怪我しちゃう、はいはいセンスあったセンス、センスあった、センスありました、マジっすか、はい、何も見えんかったっす、何も見えんし外から見るともう激勢すごかった、でもよう耐えたっすね、いやすごいです、本当にハードが強いです、はい、ハードが強いです、まあ一回干されてるんで痛みないって言うじゃないですか、あのアドレナリン出て、うん、全然痛い全然内臓痛い、あーってちょっと、あもう息になった、これは何ですか、練習したらここまでいけるんですか、いやもう才能あるんでいけます、才能あります、本当にいけます、はい、じゃあ彼はもう1年でプロにしましょうか、行きましょうか、いやーわかるわかる、ちょうど YouTube 欲そうかなと思って、はい、いや本当に企画としてちょうどになれると思います、マジっすか、はい、行こう、それで企画行きます、逆にこう通ってやるのいいんじゃない、目が見えないですけど、うん、目の奥で笑ってますよね、そうそうそう、はいこいつ殺す、大橋ジム、あの、西区、西区、西区にありますんで、あのぜひ、西区お尻、お尻、エクササイズ、エクササイズ、で、もう全然主婦とか子供も連れてきてもやれるし、はい、で逆にもちろんアマチュアプロ志望ももちろんプロ志望もできるし、ある程度、まあその中間層とかも狙ってやっていけると思うんですよね、あんま遊びばっかじゃなくて、ちょっとまあ人殴る、まあ、ゲッ、あの勇気つけたいじゃないけど、そういうのもご神術でもいいですか、ご神術とかそっち系でもいいよ、もちろんダイエット、ストレス発散っていうことですよね、まあ概要欄に多分あの電話番号とか書いてありますので、ぜひよろしくお願いします、コロナに負けない、コロナに負けない、いや多分コロナには負けます、負けますねお願いします、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 チャンネル登録といいねお願いします、お願いします、またねー、みんちゃん頑張って、本番オフ勝てるよみんなのためにも勝利で終わりたいですね、勝利で終わりたいですね、赤面別いいパンチでいたね、おーしおーうおいてやばい口痛い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 、いけ、気持ちが伝わってきちゃって、はい、もうそれがっちゃ受けちゃって、いやなっちゃう、なんかもう伝わってきちゃったんですよ、最初の見て手抜いてるんだなって分かったんですけど、もう僕ちょっと手抜きづらくなっちゃって伝わってきちゃったんで、なんで楽しかったです。最高の場所センスあります本当に、怖がらずにまっすぐ見てまっすぐ打ってきたんで、はい、なかなかできないと思います。また調子乗っちゃう。ちょっと良かった、持ってくるな。